白谷階段白谷の世界へようこそおいでをいただきました怪異な世界の水先案内階段誌の白谷でございます今宵お聞きいただきますのはするはずのない音が聞こえてきたらそんなお話 赤信号、みんなで渡れば怖くない、なんという、とんでもない標語が昔流行ったような気がいたします。や、どれほど恐ろしいことでも一人ではない、大人数で立ち向かえばどうにかなる、なんという、解体験はいかがでしょう。一人じゃない、大勢でそれを体験したんだから、それほど怖くないと、そんなに都合よく行きますでしょう。 以前も体験を寄せてくださったハンドルネームで七里香さんという女性は愛知県在住ですが、彼女が高校2年の夏休みの直前のことであります。旧友で仲の良かったルミちゃんが、ねえ、私さ夏休み地元の岐阜帰っておばあちゃんちに泊まりに行くんだけど、一緒に行くうん、なんだかね、おばあちゃんに聞いたら友達連れてきていいよって言うから。 それがさ地元でね有名な心霊スポットあんだ。だ夜みんなで一緒にそこ行こうかと思ってんだけどねえどう七里香さん以前から怖いものホラーの類は好きですがどうしても怖い体験をしたいという口ではありませんね。たまたまあの当時の部活の合宿が時期かぶってたんで。 ごめんんねいけななっって断ったんですなんだそっかうん分かったまあ一週間ぐらい行ってるんだけど帰ってきたらまた連絡するから遊ぼう」「一緒に泊まりに行けないのは申し訳ないなと思いつつそれでもともすれば心霊スポットによかねばならないということもあるからいやそいつは勘弁だと思ってそれでも」 1>, 1週間経てばまた会えるやとその程度の軽い気持ちでおりましたがダメなんです。ロメってのはもうそろそろかなと思ってルミも帰ってきたそろそろ遊びに行かないって夏休みに入って連絡入れたらまだ岐阜にいるって言うんです。1週間過ぎて過ぎぎててまあもともと地元がそっちの子だし向こうにも友達がいるし。 楽しくて長居してるのかなと思ったんだけど結局夏休みの終わり近くになって電話が来たそうです。ねえ、やっとこっちに戻ってきたんだけど会えない,いやしかしその電話の声に元気がありませんせっかく楽しい帰省をして その戻りじゃないかと声だけを聞いても何か思い詰めた様子ですから特にやることも私分かったじゃあ遊びに行こうかしらと少しし遠くにございままたルミちゃんの実家を訪ねます待ち合わせは最寄りの駅で明らかに憔悴しきっててなんか体じゃないかもって。 何気なく挨拶してじゃあ行こうかなんてでその時私ちょっと嫌な想像が広がっちゃってもしかしたら岐阜の地元に帰ってる間に年頃でしたしね男の人によからぬことをされてとかもしそんなだったらどうしようなんて勝手なイメージですけどそんな落ち込み方だったんです。 やがてるみちゃんのお宅に着くたわいもない話をしてやり過ごそうと思いましたが一緒の時間を過ごすうちにどうしても気になります。ね帰省してる間に何かあったと勇気振り絞って聞いてみるすると潤んだ瞳を上げてちょっと考えたふうにして「うんちょっとね」。 話を濁して教えてくれません。そのうち夕飯も済み夜が更けてまいりました頃今日さうち泊まってかないえ泊まりお願い泊まってって夜一人になるの怖いのええー、どうしようかな 割としつけの厳しいお宅でお育ちでした。あらかじめ決まっていたことではありませんので、急に泊まりたいなんと言っても許可が下りるかどうかと、それでもルミちゃんは食い下がります。致し方ありません。状況が状況ですし、実家に連絡を入れる。いくらかお母さんがいい加減にしなさいなんというような感じでしたが。 そこはルミちゃんが電話変わってくれまして「おばさん違うのは私の方でと」と結局その日一晩七里香さんはルミちゃんのお宅に泊まることになりました心身と夜も更けそろそろ寝ようかいと寝巻きに着替えて寝室布団に入ったところでルミちゃんが重い口を開いた。 あのね私実はそのおばあちゃんの家に帰ってる時に来たと思ってもし私がさっき想像したような話されたら私なんて答えたらいいかなってその時になってちょっとうろたえちゃったんですけどそれでもきっと相当の勇気を持って話してくれるからって。 私ね、おばあちゃん家に帰ったその日の晩地元の和美っていう仲のいい子がいるんだけど連絡取り合って、まあ、昼間のうちは普通に遊んだんだけどほら言ったじゃない地元で有名な心霊スポットがあるってその日の晩は他のお友達も誘って そこの心霊スポット行く約束だったんだうん私と和美が女の子は2人だけかなあと男の子が4人みんなもう中学の時までの友達で和美段取りつけてくれてて。 夜遅くなってからみんなで自転車で集合してそこ向かったの向かう先は岐阜県のとある山の奥とだけ申し上げておきましょういろいろのいわれのある場所なんだそうですが麓からはそこそこの距離があるまだ若い男女6人 自転車に乗って意気揚々と目的地を目指した。最初のうちというのは街中ですけれど、そのうち緩やかな坂道に入り、辺り見回してみれば影のような子たちというところに来ますと、もう行き交う人の姿はありません。それでも、 ネスポット行くっていうよりかはみんなでサイクリングしてるみたいな気持ちで途中まで楽しかったそうなんです。どうやらそこに行くまでは道が一本で途中に目印になるような大きなカーブミラーが一本立っててで異変が起きたのがそのカーブミラーを越えて直後だったそうです。 んだよカズミちゃん急に大きな声で笑い出した「やっべびっくりさせんなって何おかしいの」と最初のうちは周りワイワイと盛り上がっておりましたが様子が変だったらしいんですもう息つく間もないぐらいに、まあ、一生懸命自転車こいではいるらしいんですけどずっと と笑ってて周りは最初なんだろうって面白そうだなって何がおかしいのなんてところがそれに一つも答えないしずっと笑っててそのうち機微が悪くなってまいりましてね人の通りもなければ車の通りもないいよいよあたりは 暗く押しつぶされたような夜の中、自転車を漕ぐ音と、かずみちゃんの笑い声だけが異様にこだまして、かずみしっかりしろって、なんだよお前どうしたんだよ。一生懸命声をかけます。<laughs> 心配ではありますが皆足を止めるということもありませんでしたからほどなく山の頂上付近そこまでたどり着いてようやく自転車を止める止めてもなおずみちゃんはゲラ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 と笑いっぱなしでありますここまで来るともう異様としか表現のしようがありませんで 目的地はもう少し先だったんですが。ねえ、かずみ。大丈夫、しっかりしてよ。どうしたのねえ、かずみ。<laughs> <laughs> かずみ。なあ、もう今日やめよう。なんか変だって。帰ろう。そうね。うん。あれだけど、かずみどの辺からだ 途中からだよなあ途中からだどの辺から俺覚えてるよえカーブミラーだよあの来る途中のカーブミラーの前通り過ぎた途端だよそっからずっとだよへえ最後に「えっ?」と言った男の子の一言を最後に 辺りは再び静寂。和美ちゃんの笑い声があちらこちらに反響して前からも後ろからも聞こえるような中、その場にいた一同はざわっと鳥肌が立った。や、やめよう。帰ろう。今日帰ろう。うん、そうしよう。和美大丈夫自転車、大丈夫 大丈夫大丈夫だと思うからとりあえず戻ろう、うん、そう言って6人はきびを返すと自転車を手で押しながら今来た道を下っていきます何せ一本道ですからしばらく降りていきますと和美ちゃんの様子がおかしくなったとおぼしきあのカーブミラーが見えてきた かずみちゃん頂上に着いてどうしようか大丈夫って話をしているときに転げ落ちるみたいにして自転車から降りてそのまま一瞬気絶したみたいになっちゃったらしくて声かけて起こしたらすぐに目覚ましたそうなんですけど途中からまるっきり記憶がないって笑ってた記憶もないって。 そんなふうに言ってこれはいよいよまずいよななんてそんな話しながらまあ結局ほら和美ちゃんの状態っていうかフラフラしてましたんでね6人とも自転車は乗らずに押しながら道下ってたそうなんですはあこれだよな あ,あこれだやがて一同和美ちゃんの様子がおかしくなったとおぼしきあのカーブミラーの前を通り過ぎる何の変哲もない一本のカーブミラーでありましたが全員がそこを通りすがった直後一人の男の子が「待って なんだよ何待ってちょっと後ろ見てえ言われて六人恐る恐る振り返ってはっと息をのんだどうしたの おばあさんがねカーブミラーの下におばあさん通りすがってすぐだったの誰もいなかったのなのに振り返ったらそのカーブミラーの下に髪の毛振り乱したおばあさんが白髪だったとも立ってるの。 そのおばあさん腰から下がないのえ二本の腕でカーブミラーの真下に立った私たちのこと見てたの一度愕然とした 見えてる人じゃないよな人じゃないと思う確認が取れた途端6人は自転車に乗ることも忘れわーっとそのまま自転車を押しながら少し駆け出したそんな時って自転車に乗った方が早いと思うんですけどただ みんなで駆け出してすぐ「そうだ自分たちはいいけど和美ちゃんはフラフラだしと思ってそしたら一人がそうだ自転車に乗った方が早いんじゃないか」ってそれで一瞬足止めたんですで止めた時に全員気づいちゃったのあのおばあさん後ろについてきてたそうです え、2本の腕だけでまるで足みたいにしてかけてくるんですってでもねこちらが止まっているとそれに気づいてか一定の距離を保っておばあさんその走ってきたのをやめて距離開けたままじっとこっちを見て。 いや着けしちゃまずいしいいかちょっとゆっくり行こうマジかなんか大丈夫な気がする本当じゃあ分かった恐る恐る駆け出していたのをやめてゆっくりと歩いてみると かのおばあさんもゆっくり近づいてくるやはり一定の距離は開けたままもし走り出したらこっちも自転車に乗ろうってその時は和美頑張れよって声かけ合いながらそれでもどうにか山の入り口まで戻ってきて すると、かのおばあさんは山の入り口ギリギリのところに来て、そっからあとはまるで自分たちのことを見送るようにして佇たずんだままにいたそうです。その後はと言って、大急ぎで街中の明かりのあるところまで戻ってまいりまして、男の子たちは、普段 度胸がありりそうな顔しておりますけれどもこの時ばかりはってんで結局誰一人まっすぐ家に帰ることがかなわないまあ田舎ですからね家帰るまでってそれぞれバラバラになってそこそこの距離行かなきゃいけないからそれで何かルミたち近くのファミレスに入って とんでもないものを見てしまったという話になる。和美ちゃんに様子を伺ってみますが、やはり、あのカーブミラーを過ぎたあたりから頂上に着くまで、まるで記憶がないと。記憶がないのにやたら息が苦しくて体が疲れているんだと、それ一方でした。最初のうち興奮状態でしたが、少し興奮が落ち着いてきて、 友達の一人が。あれ、もしかして。反対側にある踏切のなんかと関係あるかな。あ,あ、踏切な。うん。踏切ってのは何ですか。ええ、あの、ルミに聞いたら。彼女たちが入って,いって。 その参道の入り口と反対側に踏切があるらしくてそこで何度も人が線路に飛び込んで亡くなってていつもそこに飛び込む人たちって体バラバラになっちゃって大体下半身が砕けちゃうらしくて。もしかしかてあの 下半身のなかったおばあさんと関係があるんじゃないかってそんな話になったそうなんですはあ、なるほどごめんね嫌な話聞かせてうん大丈夫まだ思い出すんだうん思い出すの 本当はね、あのおばあさんが私たちのことを追いかけてきた時音聞こえなかったはずなんだけどでもあのかけてくる様子はありありと目に浮かんでその様子が目に浮かぶとね本当は聞こえなかったはずのあのおばあさんが両手で地面を打ちながら走ってくるペタペタいう音が聞こえるような気がするのうちほら両親共働きでしょ 夜一人になるから一人になって明かり消すとどっからかそのペタペタ言う足音聞こえてくるような気がしてごめんね結局そんなことがあってしばらくうちに泊まってほしいと頼まれたそれでも何日も泊まるわけにはいきませんしただ ルミちゃんの様子を鑑みてそれならいっそ気持ちが落ち着くまで私の家に泊まりに来ないと何日間かルミちゃんを七里香さんのお宅にお招きしたそうですそっからあといつまでも厄介になっているわけにいかないと帰っていったそうですがそれでも夜中になると電話が来たりしましてね 寝る直前までお友達とお電話なんぞしているといくらか気持ちが安らぐん,んだと。はい、あ。まあその場にいくら人がいようとね記憶というのはそれぞれに残りますから大変な思いされたんですね。ええ、浮かない顔ですが ルミがね、この話してくれるときになんだかこの話しちゃいけないのかもしれないって話しすると思い出すっていうかあの参道の入り口で別れたはずの上半身だけのおばあさんがまたどっからか来るんじゃないかそんな気がするって言ってたの。 私聞いちゃったんです。ルミがうちに泊まりに来てる間の晩に一度だけ。寝室のベランダ。そこから、ペタ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 言う足音。いや、本当は足じゃなくて、手だったんでしょうけど。 ベランダから。ペ,ペタ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 ずっと。気のせいだといいんですけどわっ、えー。わ。え今宵も最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、お願いを申し上げます。 夜中にどこぞからひた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 聞こえてきたら嫌ですねさてなんだか寒暖差の激しい2月でございますけれど皆様いかがお過ごしでしょう白谷は2月の25日と26日と2日間にわたって沖縄にお邪魔をさせていただきますえおかげさまで、えー、どちらもたくさんのご予約を頂戴しておりますけれども2日目ですね26日のジグザグ階段狂い咲き 2023今年からツーステなんですが夜の部まだ若干お席空いてございますぜひぜひこの機会に沖縄の皆さん、えー、生の白谷聞きに会いに来てやっていただけるとお幸いですよろしくお願いいたしますそしてですね来月ですけれど3月は名古屋にお邪魔します、えー、シアターココさんという劇場をお借りして今回50名様ご案内ということでこちらもだいぶ今ご予約が あの入ってきておりますけれども10あと5、6名様かなまだご案内可能でございますので、えー、名古屋東海地方お,お近くの皆様ぜひぜひ会いに来てください、えー、こちら概要欄ですとか Twitter、Instagram にも詳細出てございますお申し込みの URL も貼っておきますのでぜひぜひご予定ご都合会いますレバーお申し込みいただいて 会いに来てくださると嬉しいですよろしくお願いいたしますもうちょっとご案内続きで恐縮なんですけれどいよいよですね白谷の新チャンネル聞いてすぐ白谷武士会談配信がスタートになりましたこちらもぜひ今後ですね週に2回月曜日と土曜日と上がっていきますので こちらのチャンネルと合わせてですね、チャンネル登録と、また高評価賜れますと幸いでございます。週に3回お目にかかるというようなことになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。まあその他、また4月に入りますと、北海道での公演も決まって、こちらもお申し込みの予約がスタートになっております。今年も白谷張り切って、あちらこちらお邪魔してまいりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 43歳になりました。ということで皆様くれぐれもお気持ちお体ご健康にお過ごしくださいまた次週元気にお目にかかりましょうまたねー